スロイスは、オランダ南西部のゼウス・フラーンデレン地方西部に位置する基礎自治体及び町。前者は2003年1月1日に、オーストブルフとスロイス・アールデンブルフの各市が合併して発足した。このうち、スロイス・アールデンブルフ市は、1995年に、それまでのスロイス市とアールデンブルフ市が合併して、生まれた市であった。スロイス町に加えて、スロイス市は、 夏季の地区からなる。ブレスケンスとフリシンゲンとの間の西スヘルデ川にはフェリーが運行されている。2003年にテルヌーゼン郊外に西スヘルデトンネルが開通してからはフェリーは歩行者及び自転車専用となった。スロイス町の西およそ1キロメートルにある人口わずか50人の小さな村シントアンナテルモイデンがオランダ本土の最西端である。 2013年に作成されたスロイス市の地政図1775年頃のフェラリスの地図に記されたシント・アンナテル・モイデント・スロイス・スロイス町は1290年に都市圏を取得した。1340年にはこの近海でスロイスの海戦が起きた。人口は2040人。町内のアウトスロイスは2006年から オランダ国内に2軒しかないミシュラン三つ星レストランの一つとなっている。ありがとうございます。